また怖い夢を見たのかい？パク？よかった。どこに行ってたの？心配したんだから。もう勝手にいなくなったりしないで。パク？いつもよりちょっと体が小さいかな。てへへ、思ったより限界が早そうだね。まあ、意識して契約を破ろうとするんだから、精霊としてのお株を奪われても仕方ないのかな。契約を破る？何言ってるの？これまでもずっとリアのそばにいたよ。話せなかったのは僕の個人的な事情とリア自身の問題。だけどこれからは。ごめんね、リア。本当はちゃんと説明してあげたいのに時間がないや。すごく悔しいけど、君のことは僕の次に君を大事に思っている子に任せるよ。何言ってるの？そんな人、そんな人なんて！リア、君と僕との間の契約を破棄する。一方的で本当にごめんね。僕がいなくなれば記憶の蓋が外れるよ。そこできっとリアはたくさん悲しい思いをする。今より泣きたくなるかもしれない。エミリア、あなたのことすごーく愛してる。いや、うん、それでいいんだよリア。君を世界で一番愛してる。